せーの。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、改めまして、ありがとうございます。続々と皆様、本当にありがとうございます。改めてちょっと今回不思議な形しておりますけども、抽選で当たられた皆様に、前の方のスペース確保させていただいております。よろしくお願いいたします。いやー、本当に晴れました。よかったー。もう皆さんの日頃の行いのおかげです。全員晴れ男、晴れ女ですね。本当に感謝でございます。さあ、それではいよいよ本当にね、始めていきたいと思いますが、今日やることは寄せ植えなんですけど、こちら。オステオスペルマム、アキラシリーズって聞いたことありますかね？ああ、ご存知ですか？素晴らしい。今人気のオステオスペルマムのシリーズでして、とにかくたくさん咲くんですよ。で、株も比較的コンパクトに楽しめるものが多いのがこのアキラシリーズですので、おすすめです。鉢植えでも育てやすいし、でもどん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 ね、花数多いの分かりますか？すごい咲いてくれるんですよ。で、そもそもオステオスペルマムがまあ一押しの植物でして、いわゆる多年草。と言って多い年の草って書きますけども、まあ、対して多年草と反対にあるのが一年草というものです。一年草っていうのはもう一年の中で花を咲かせて実をつけて種をつけてサイクルを終えると、もうおのずとそうなるものが一年草なんですよ。そうだから植物って、皆さん園芸ちなみに普段から楽しんでるよって方いらっしゃいますか？あ、嬉しい。これから始めようって方、あ、嬉しい。どなたもですね、園芸の時にやっぱ枯らすのが嫌だなって、それは当たり前ですよね。そう、枯らすのが怖いからやらないんだっていうことをよく聞くんですよ。でもそこであえてその一年草からやるっていうのも一つ手です。もうおのずと枯れるんですよ。で、一年草って言っても厳密に完全にね、一年で枯れるコスモスであったりとかいうものもあれば、それこそバーベナも一年草扱いだったりするんですけど、まあ毎年楽しめるね、多年草タイプもあるんですけど、一年草で終わっちゃうのは、まあ、真夏の夏の暑さに日本では耐えられないとか、冬の寒さに耐えられないから一年草扱いっていう風になってるんですね。ペチュニアなどもそうです。で、そういったものを選んでいただくと、自分のせいで枯れたわけじゃないんですよ。もうおのずと自分自身がそういうサイクルだし、日本の気候が悪いんだっていう風にね、もう自分でスッキリできるんで、いっそそっちの方から楽しむっていうのもありかなと。で、そっちで慣れていただいて、そこからいよいよこういった多年草、毎年毎年楽しめるもの、育て方は基本一緒ですから、そこからどんどんね、レベルアップしていくっていうのは僕はお勧めしたいなと思っているんですが、そんな中でもレベルアップですぐに行ってほしいのが多年草のもう第一候補はオステオスペルマムですね。まあそういった、そもそも毎年楽しめるものなのか、枯れてしまうものなのかっていうのも考えながら選んでいただくといいかなと思います。で、オステオスペルマムを選んでいった、選んで今日は使っていきたいと思います。で、もう一個行きましょうか。こっち、バーベナ。バーベナっていうとですね、一つ一つの花が桜みたいなんですよ、実は。で、今日ご用意いただいたものが栄養系バーベナのピンクポップと、こちらアップルグリーンの色、アップルグリーンっていうラナイっていう品種なんですが、強いです。とにかくどっちも丈夫で強いので、皆さん育てやすいのでおすすめです。さあ、それではやっていきましょう。で、用意するものなんですけど、今のね、これがちょうど良かったんですよ。メインの花まず選んでください。寄せ植え作るとき、これね、どんな大きい寄せ植え、いや、まあ、花壇も一緒です。作るときも同じ考えで今日作れます。これを基本に考えていただければ作れる方法で、まずメインの花、オステオスペルマムを今日選びます。どういうふうに選ぶかというと、もちろん気に入った花一つ選んでいただけばいいんですけど、大きめの花を選ぶといいです。ちょっと主張度が高めの花ですね。パッと目を引く。で、もちろん最初から小花系で、ビオラとかでもいいんですよ。そういったものでもたくさん咲くじゃないですか、ビオラって。全体的にまとまって、わーっと咲いて、ボリューム感があって主張度が高めだなっていうものだったら、もうそれが主役になれます。で、そちらを主役として。で、次に選ぶのが、準主役です。この主役を引き立てる。ですね。まさにバーベナ。もう花の大きさが違いますよね。はい。印象的に、見た目の印象で、この主役の方を引き立てているなという花を選んでいただく。難しく考えて、そんな風に、こんな風に組み合わせてみてください。園芸店さん行くと今いろんな花売ってますから、あ、これいいなって見つけたらそこに合わせていただいて、あ、この二ついけるな。っていう風に選んでいただくと、すごくまとまりが良くなります。で、今回そうなんです。この鉢の中にね、舞台を作ろうと思うんです。いわゆる役割を決めることによって、寄せ植えが非常にリズミカルに、まさに生きている植物がその中で演じてくれる、素晴らしい景色を作っていってくれるですね。そういったものを意識しながらぜひ作っていただきたいと思います。で、この主役準主役、
これだけでもちろん植え付けてもいいんですけど、やっぱりこれだとまだ花だけでデザイン性がちょっと少ないですよね。なのでここにやっぱり、まあ、舞台やね物語作るにも主役と準主役だけでは物語成り立ちません。そこにはぜひやっぱり脇役が重要です。もう全体をですね盛り上げてくださる脇役としてリーフ類です。リーフ系もいろいろあります。今回用意したのがワイヤープランツですね、だとか、あとははいもうねアイビーですね、おなじみのアイビーもこのように小さい葉っぱがあるんですよ。斑入りが綺麗ですね。はたまたこういった、これ実は竜のひげの斑入り品種です。白竜って言います。白い竜。で、これ印象がちょっと違うのがわかるかと思うんですけど、こっちのさっき選んだこの3つっていうのは、横に茂っていくものなんですよ。這うタイプですね。はい。まあ、こういった風に上に伸びるシャープな印象のものを選ぶのか、横に張っていくリーフを選ぶのかによってまた印象変わってきますが、とにかく脇役として引き立て役を選んでいただくと。ちょっと試しにやってみましょうか。ここに、まあ、こんな風に合わせていただき、例えば、はい、アイビー入れるだけで、だいぶいいですよね。ぐーっと間を取り持ってくれますよね。一気に寄せ植え感が出たかと思います。ここも同じような流れを作るんですけど、例えばワイヤープランツだとまた、これまた印象が変わりますね。まあ、こんな風にね、ぜひ園芸店で簡単にこのね、合わせられるので、合わせながら選んでいただきたいんです。で、必ずしも垂れ下がる必要はないんですよ。こんな風に横に横に張っていくじゃなくて、例えばこんな風に、はい、シャープな印象の湧き出るようなね刃物も入れていただくとまたガラッと印象が変わってきますから、とにかくリーフ類を一つ足すと。で、大体の寄せ植えの、まあ、簡単な方法としてここで終わることが多いんです。これだけで十分です。いけるっちゃいけます。ただやっぱりね、これじゃ舞台は成り立たない。私も舞台いろいろ経験してまいりました。大事な役割が失われてるんですよ。なんだと思いますか？大御所がいないんですよ。やっぱりね、どんな舞台もリーダー格の大御所がいてこそグッと引き締まるんですね。もう植物の庭など、素敵な花壇など、鉢植え、寄せ植えも見ているとやっぱり引き締め役があるとグッとね、まとまるんです。そこで、こういった低木類、もちろん草花でもいいんですけども、ちょっと上に立ち上がって、大黒柱のような存在になるもの、大御所と僕は勝手に役割として呼んでおります。こういったものを一つ加えるだけでガラッと変わります。例えばこれ、ミントブッシュというね、今人気のオージープランツ、オーストラリア原産の植物なんですけども、オージープランツの一種なんですが、なんでミントブッシュっていうかというと、僕が今あまりにも手が土の匂いで、ほぼ土の匂いだったんですけど、ちょっと待ってくださいね。あー、やっぱ爽やか。ちょっとミントの香りがするんですよ、こすっていただくと。ミントではないんですけどね。なんでミントブッシュっていう名前で、この花のね、春にね、こんな美しい、可愛らしい花も楽しめるんでおすすめなんですが、ここに加えるだけで、いかがでしょうか？全然変わりますよね。後ろでグーッと引き締めてくれてますよね。決して主役とまではいかないんだけども、やっぱりこの舞台に欠かせないものになります。はい、たったこの4株でいいんです。この4つの役割を作るだけで、寄せ植えって簡単に作れます、実は。で、いろんな大きなね、寄せ植え。かっこいいな、素敵だな、でもこのセンスないと作れないよって思っちゃうじゃないですか。ここさえ抑えれば増やすだけでいいんです。主役を2つにしてもいいし、準主役2つにしてもいい、はたまた主役と大御所は1株ずつにして、脇役とこの準主役だけ、主役と大御所を1つにして、脇役と準主役だけ、ここだけをいろんな種類増やしていく、ここの周りをねどん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 増やしていくだけでもおしゃれな寄せ植えで作れます。まず一つのポイントはこの役割を作るっていうのを意識してみてください。まあ、ちょっとシンプルにこういった姿で作っていきたいなと思うんですが、この時に植え付けるとき、いわゆる普通に鉢で、このまんま四角で今植え付ける。四角形、ひし形になってますよね。こう植えると、いかにも四隅に植えたなっていう感じになっちゃうんですよ。ここでちょっとずらすのがおすすめです。自然界に直線って基本的にないんですよ。なので、なるべく自然に見せるために、この、まあ、大御所と脇役をずらすくらいでいいんですけど、それだけでもね、またナチュラルな印象になりますから、おすすめなポイントです。で、植え付けていくんですが、もう今日はおのずとずれる鉢を用意しました。こちら。ちょっと楕円形になってます。もちろん丸い鉢でも四角い鉢でもいいんですよ。まあ、大体大きさ的には7号鉢ぐらいのサイズになっていますが、まあ、このようなサイズの鉢を用意してください。どんな鉢でも OK です。お家に余ってる鉢であれば、そちらを使ってください。
で、そうだそうだ。もう一つね、ポイントがあります。役割を決める。で、ここからの話ってなかなか踏み入ることないと思うんですけど、役割決めました。で、それはわかるけど、まあ、やっぱり植物を一つずつ選ぶのがわからないと。どう選んだらいいかわからないんだって時には、面と線で考えてください。もうシンプルです。これ面と線、違いますよね。この最初のやっぱり花物。こちらどちらかというと面な印象があると思います。はい。に対して、今、リーフと、この木の方は、線。まあ、こっち葉っぱが面ですけど、伸びていくと茎がやっぱり線なんですよ。パッと見た目の印象としては線を意識できるんですね。で、こちらの流れが、線で上と下が、流れが作れるんです。で、視覚的に、これ僕もですね、フラワーデザインの資格なども取らせていただきまして、そういったところも共通なんですね。生け花もそうなんですよ。やっぱり面と線って非常に重要で、デザインを作るときに面と線って欠かせなくて、それを意識的にイメージしながら選ぶと、どんなものもデザイン性のあるものになります。役割とこの面と線、これだけ押さえていただければいいかなと思います。はい。では、じゃあ植え付けていきましょう。さて、植え付けなんですけど、もうここからあっという間なんです。ここ、今、鉢、底穴が一つ開いております。こういった穴がしっかり開いたものを選んでくださいね。で、普通にここに網を敷いて、石先に入れて、これ水揚げを良くするために石入れるんですけど、そうやって作ると、なかなか後で土と混ざっちゃって大変になっちゃうので、こういったね、水切りネットです。排水口用の100円ショップで売っています。この中に先に入れておきましょう。で、目の洗い物を使ってください。普通の水切りネットですね。まあ、軽く結んでいただくだけでも、折りたたむだけでもいいですが、後で混ざらないようにするだけなんです。はい、鉢底に、こんな風にですね、鉢底が見えなくなるぐらい入れてください。これを入れることによって、下からね、ナメクジなどが入ってくるのを防止できます。で、鉢底網入れる必要がなくなります。これが網なんで。もう。はい。で、土なんですけど、今の通り、普通に草花用の、はい、野菜、花用の培養土。困ったらこういったものを使ってください。はい。で、もちろんこのまま使っていいんですけど、ご覧の通り、粒々感って少し、それほどないですよね。で、やっぱ植物にとって、まあさっきも申しましたけども、やっぱ粒々の土の方が水はけ、で、粒と粒の間に空気の層ができるんですよ。そこで根っこがしっかり呼吸できるんですよ。なんで泥とか、そのさっき言った砂塵の土がダメかっていうと、全く呼吸できる場所がなくなっちゃうんですね。で、ずっと水に湿ったような、なかなか水がはけず、ジメジメした場所になっちゃうと、根が呼吸できなくて根腐れっていうものになっちゃうんです。これが大事なので、やっぱり粒々の土を混ぜていただく方がよくて、まあ、迷ったらですね、万能な土を作る方法がありまして、この草花用の培養土に半分ぐらい赤玉土でいいんです。これを混ぜていただく。赤玉土も100円ショップで売ってます。で、粒の大きさでいろいろ分けてあるんですけど、まあ、中粒でいいですね。大中小ってあるんですけど、これをもう本当に大体半分ぐらい。ざっくりです。こんな風に混ぜていただく。もうこれだけ。これだけでもう水揚げのいい土に様変わりします。まあ、あらゆる植物大体これでいけますので。僕はこの土でね、多肉植物とかサボテンも育てていますよ。元気に育ってくれます。はい、でこういった土使っていきたいと思います。入れていきますね。最初はですね、ちょっと少し入れて、で、株を、ごめんなさい。一度当ててみます。で、この時に、ポットのサイズ、もともと、今ちょっと出しちゃいましたけど、ポットってみんな、素晴らしいんですよ。生産者さんが、ちゃんと水が、土がこぼれないように、水しろスペースって、ウォータースペースって言うんですけどね。そういったものを取って植え付けてあるんですよ、ポット内って。だから、高さどうしようかなって悩んじゃいますけど、もう最初からこのポットのここの縁に合わせて植えれば OK です。だから最初の土入れる量っていうのはこう合わせながら行って、ここで、ここの元々のポットとここの鉢の縁が合うなと。この位置で植えれば、おのずとウォータースペースができます。水しろ部分っていうのができます。さあ、それでは、行きますね。ここからはもう早いんですが、もう抜いちゃいますね。で、抜いて、で、根がしっかり張っています。で、オステオスペルマムって、根鉢崩してもらって構いません。で、気になったら、崩すの崩さないのって悩むじゃないですか。崩しちゃいけないっていうのは、直根性って言って、根っこが、まあ、ごぼうみたいに、基本的に太い根をずーっと張らして、脇から側根っていう、脇の根っこは弱い根っこを生やすんです。あんまりガンガン根っこを生やさない。
そういったものが根のダメージ受けやすい。その直根のもともとの主役の根っこがダメージ受けるとやられやすいのが直根性、直の根っこの性質です。はい、まあ、ストックだとか代表的にルピナスとかもそうですね。今植わってるのと意外とジニアなどもそうなんですけど、まあ、結構調べると、ね、すぐ出てくるんで、まあ、気になったらこれ崩したらいいのかどっちなのかなと思ったら直根性で調べてもらうとその苗がどうなのか分かります。そういったものはなるべく崩さないで植えるようにしていただく。で逆にこういった、まあ、ヒゲ根って言ってこの株元からうわーっていっぱいね、もう一本じゃなくてたくさん出してる根っこのものは、まあ、多少ね根が切られようともそこら中に根っこをそこからいっぱい出してますから大丈夫なんです。なんで根鉢崩してもらって構いません。まあ寄せ植えの時に基本はね軽くほぐすぐらいでいいです。ですけどどうしてもやっぱ寄せ植えぎゅうぎゅうに詰めて豪華に作りたい、入らないよって時はおすすめはこういう直根性以外であれば、基本的に根っこってこの鉢の中央部ってあんまり張らないんですよ。外側にぐるぐる張る性質があるんで、ちょっと指入れていただいて、で、回す。とにかく優しく、根じゃなくて土だけ落とすって感じです。こう、勝手にローリングもみほぐしって呼んでるんですけど、ほんと、コリをほぐす感じ。直根性以外であれば、こんな風に。こうやるとですね、中心部の方の土と、ほんとに、古い土だけが基本的に落ちるようになって、根鉢がスリムになります。はい。なるべく傷つけずに植え付けることができます。まあ、もともと入るならこれやる必要もないです。軽くほぐす程度でいいです。そしてこれにどれ、これいきましょうか。ああ、バーベナもいいね、張ってますね。ねえ、バーベナもね、ある程度崩してもらってもね、タフな性質持ってますから、こんなもんでいいですね。よっ。今、こう斜めに置きました。はい。そして脇役いきましょう。IB を一つポンと入れますけど、これもいろんな方法があります。実は IB とか発育カズラもそうなんですけど、株分けっていうのができるんですよ。株分けできる植物できない植物ってどう違うのってことなんですけど、手でグイグイと株元をちょっと触ってみてください。優しく株元触って下までグッとなんか分けられる場所があるなと、いけたらそれって株分けできるんです。一つ一つ独立してるってことなんですよ。ここまさに見ていただくと、まあ IB はもう必ずと言っていいほど株分けできる一ポットの中でできます。これ分かれてるの分かりますかね。こんな風に3つこれ全部分けられます。今まあ全部植えますけど、ちょっと一回分けてみましょうか。ここでギュッとできるし、ここも実は、はい、分けられます。3つ分けられますよ。4ついけました。こんな風に横に横に小株増やしながら増えていくんですよ。なのでそれぞれちゃんと根っこがついていれば株分け成功です。まあ、1つここに植え付けて流れを作るでもいいし、あえて散らす、これを何箇所かに分けて散らすと、また一気にデザイン性が生まれます。ちょっとまあせっかくなんで、じゃあ散らしましょうか。そしてはい、じゃあ大御所ミントブッシュで、なんで今回特に土をですね、この万能の土、水揚げの土にしたかっていうと、ミントブッシュ入れるからなんですよ。なければ普通の草花培養土だけでもいいんですよ。ミントブッシュってオージープランツ、オーストラリアの植物、今大変人気です。あのカンガルーポーとかね、カンガルーの前足みたいなのとか、ブラシの木って言ってたわしみたいなのとか、本当に奇抜な姿をした植物が多いので本当に人気なんですけど、オーストラリアのプランツの特徴は本当に群れが苦手なんですね。もともとカラッとしたところで生きてるので、水はけのいい土じゃなきゃちょっと群れてダメになりやすいんですよ。なので特にこういった風にやっていただいた方が安心です。で、土入れなんですけど、この周りにね、まずしっかり入れていただいて、あとは株と株の間忘れないでください。間もですね、あ、ぽっかり開くんで、で、そこがね、土入れてないとそこから乾いちゃって根っこがダメになっちゃうってことになりますから、しっかりね、間も土を入れるようにしていってください。で、意外とね、指でやるとまだ下がります、土って。で、これ水やった時に下がっちゃうともう一回土入れなきゃいけなくなるので、
二度寝もになっちゃいますから、先にね、指などで押しながらしっかり土を入れるようにしてください。そう、最初からいっぱい作っちゃうとまたね、パイになっちゃうんで、こんな風にね、随時作っていくといいと思います。まあ、後でもね、このでもバンオールラウンダーな土になるので、作っておいて、また袋に戻しておくっていうのでもいいんですけどね。さあ、ちょっと散らして、あんまり見えないかもしれませんが、こんな感じで完成いたしました。はい、ここで線ができてて、面ですね。で、それぞれ役割ができて、まあどなたも簡単に、あとは株数など種類など増やせば、豪華な寄せ植えも簡単に作ることができますので、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。以上でございます。ありがとうございました。